長島森この二人は現役時代から好対照な存在だった。常に華やかな光に照らされチームを引っ張る長島に対し、森はその影に隠れ上昇ジャイアンツの頭脳としてその力を発揮した。光と影の関係の二人は共に巨人の黄金時代を築き、ついには前人未到の大偉業9連覇を達成した。そして20年前のあの日を迎える。私は今日引退をいたしますが、我が巨人軍は永久に不滅です。長い間皆さん本当にありがとうございました。5万の大観衆で埋まった後楽園球場、スーパーヒーローが涙で握手を交わす選手の中にも、この日限りでユニフォームを脱ぐ男の姿があった。最後まで日向と光、しかしその後2人が指揮官としての道を歩み始めると、スポットライトの向きがガラリと変わった。長島は監督として栄光の座につくことはなく、一方の森は驚異的な勝率でなんと6度の日本一に輝き、シリーズの神様とまで言われる大監督となった。どこまでも逆の立場を行く2人、それは野球の違いにもはっきりと出ている。V 級の頭脳森は基本に忠実なセオリー通りのデータ野球、さらに徹底したデータ主義で、時にその慎重さが非常ともいわれる采配となる。しかしその森コンピューターを混乱させる男がこの長島である。10月1日、テレビに映ったその光景に森は目を疑った。2点リードの7回裏、ノースリーから長島が動いた。このセオリーから外れた攻撃に森は頭を抱えた。しかし長島のコンピューターはさらに複雑な動きを見せる。中日との大一番を2日後に控え、1点リードでなんと決戦に先発するはずの牧原をマウンドへ送る。答えはチームにとって最悪の結果と出た采配だが、森コンピューターにとってこれほど厄介な問題はない。二人の野球観は天と地ほどの差がある。光と影、水と油の関係の二人、現役時代からそれぞれの立場で歩んできた2人が、20年の歳月を超えてついに相まみえる日が近づいてきた。長島初の日本一か、それとも王藤田とかつての領有を撃破した森が3つ目の獲物を仕留めるのか。
はい、ということで、ね、日本シリーズ5戦を終えて3勝2敗と巨人が王手をかけたところで、うんはい第6戦を迎えるわけなんですけれどもね、うんうん、そうですね。この日本シリーズが始まる前の、ね、下馬評っていうのは西武有利だったんですね、うん、そして、先発ジャイアンツは桑田が先発をして、うん、11対0という、ねうん、大差で、ねやられてしまった第1戦ね、うん、これでね、村田キャッチャーの村田がね、はいその夜、うん牧原の部屋に行ってるんですよ、はい、それで牧原今日はもうめちゃくちゃ打たれてるけどもこれは抑えることができるぞというね、うん2人でミーティングしてるわけです、西武怖くないという結論が出たんですね、うん、11対0で負けながらも11対0で、負けながら、でそういう、それで弱点というか西武のバッターの弱点をね、うん、村田が見つけたと思うんですね、うん、でそしてこの次の試合、はい、牧原先発ですよね、2戦目ね、うん、これで1対0の完封してるんですよ、それでこれでジャイアンツの方は勢いがついた、うん、西武の方は、第1戦目で11対0と大差で勝ったんでね、はい、あこれは楽勝だなっていうねおごりの気持ちが出てきたと思うんですね、うん、そしてその逆にジャイアンツの方は、西武の欠点を見つけることができたっていうのがあって、その後、3戦目は2対1、はい、そして5戦目これは桑田がね、うん、ここで完投するんですよ、そういう意味で
この第一戦っていうのはすごい大きな、両チームにとってすごい大きなゲームでしたね、うん、まあね、巨人の投手陣の頑張りというのがすごく大きかったんだと思うんですけれども、はい、うん、それでは3勝2敗と巨人が王手をかけまして臨んだ6戦の模様をご覧いただきましょう。悲願の日本一へ王手をかけ本拠地ドームに戻ってきた長嶋巨人。藤田が、王が果たせなかった打倒西武の夢、長嶋巨人は今日その夢を実現しようとしていた。一方、この時期になんでこういうことはな、やっぱり常識もありや、もう突然降ってはいた監督優待の報道。長嶋監督の胸に巨大するものは、宿敵西武ライオンズはここ一番で動揺した。午後1時、運命のプレーボール。巨人先発牧原、先頭の辻に内野安打、嫌な立ち上がり。大塚が送り、佐々木にはフォアボール、ワンアウト、一、二塁のピンチ。しかし清原、そして鈴木を連続三振に切って落とし、なんとか切り抜けた。その裏、巨人もラッキーボーイ尾形がライトへクリーンヒット。河合が送り、3番松井、しかし三振。そして4番原も、2回裏、先頭打者古藤、三塁打、巨人チャンス。岡崎、きっちり外野へ運び、巨人1点先制。1点をリードされた西武、3回表、ツーアウトで1、2塁、迎えた鈴木健、ライト前へ、しかし松井の好返球で本塁奮死、流れが巨人へ傾く。ピンチの後にチャンスあり、その裏、ワンアウトで松井が内野安打、古藤がデッドボール、そして岸川が ライトへタイムリー。古藤は本塁タッチアウト。しかし巨人1点追加、2対0、夢に近づく。2点差のまま迎えた8回表、先頭の辻が意地の一撃、
三塁打。西武反撃のチャンス。大塚が倒れ、3番佐々木のこの当たりで西武ようやく1点を返すが、後が続かない。その裏、取られたら取り返す。古藤のこのホームランで巨人再び2点差。いよいよ最終回、先頭の鈴木健が内野安打。西武得意の粘りを見せるか。ここで田辺に代わって代打に登場したのが石毛。何かが起きそう。しかし結果は最悪のダブルプレー。そしていよいよあと一人。西武は2年続けて日本一の座を逃し、長嶋茂雄は監督として初の日本一に輝いた。